場合が4番、6番、8番、11番、10番、9番、7番、5番、12番という展開。それではお呼び出しお願いいたします。はい、慌てんな。はい、すいません、スーパーホールでいきます。決勝9番を呼び出しいたします。決戦番号1、畠山選手、2、吉川選手、3、藤川選手、4、藤山選手、5、北岡選手、6、後藤選手、7、関選手、8、河辺選手、9、小島選手、10、坂井選手、11、吉田選手、12、熊谷選手、愛知市場までお越しください。さあ、レース時間の方は間もなく1分30秒になるところ。さあ、今レース時間半分の1分30秒経過。さあ、現在トップに出ているのは先2番の藤原選手、チーム青いスピードで参加。そして2番手には5秒くらい先4番の村松選手、チーム藤尾ファクトリーより参加。そして3番手ですけれども、先9番の福島選手、以下1番、7番、10番、3番、5番、11番、8番、6番、12番という順位。レース時間の方は間もなく2分になるところ。残り1分。さあ、依然としてトップを行くのはゼッケン2番の藤原選手。7位のアドバンテージを持っているぞ。 4.5 秒差、2番手とは 4.5 秒差。3番手に浮上したのはゼッケン10番本庄選手、チーム西関東オフロードという参加。さあ、そして残り時間が30秒切った。さあ、トップ争いは2番、4番、10番という3台。残り10秒。さあ、トップで持ってきたのはゼッケン2番藤原選手、優勝おめでとう。そして2番手で持ってきたのはゼッケン4番村松選手、3番手にはゼッケン10番の星野選手が入りました。お疲れ様でした。さあ、今終わりました。選手の皆さんはマシーン本体